よし、クリアした。なんか初代だから、あ、左下の EV かわいい。初代だからかわかんないけど、セリフがちょっと少ないね。そっちの方がありがたいんだけど。なあ、そこのやつ。あ、しげるこれがしげるだよ。お前ってさ、もしかしてニクってやつだろ。サートシくん。あれだね、アニポケにも出てきたよね、しげる。サトシとゴーに。じいさんが言ってた特徴ぴったしだったからな。俺はグリーン。俺と同じマサラタウンからトレーナーが旅立ったって、大木戸のじいさんに聞いてさ、早速見に来たってわけ。あれ待って、グリーンとサトシくんは、あ、違う違う。グリーンとシゲルは違うんだっけ。あれわかんなくなっちゃった、もう。初代やったことないから。あ、ありがとう、スーパーボール。モンスターボールいっぱい買っちゃった、さっき。ところでそれ、ポケモン図鑑だろ？じいさんついに作ったんだな。俺の時は地図に鉛筆で分布書き込んでたからな。手伝わされてたのか。せいぜい大木戸のじいさんに協力してやってくれい。それじゃあまたな。じゃあね。いや、しげるだな、これ。しげるだと思うな。どこ行くんだろう、これ。ね、どこ行けばいい？お、3番道路。やっぱ BGM は何？あんまり種類ないんだね。お、君は駆け出しトレーナーだね。僕はコーチトレーナー。トレーナーの育成をするため、いろんな場所に立ちはだかっているコーチの一人さ。僕らコーチトレーナーは自分で言うけど強い。力を試したければぜひ勝負してくれよな。望むところだ。戦おう。そんな強いトレーナーなんかいるのか。レベル15とか出してくるかな。1条、2条、3条、4条とかかな。不思議だね。不思議だね、だね。不思議そうじゃなきゃ大丈夫じゃね？何レベル ?11 一緒？あ？弱いじゃん、めっちゃ。頭突き。新技。あ、V ちゃんあれか、適応力か。夢が危険予知だから。そうだ。多分、特性あれだ。適応力だ。だからこんな入るのか。いや、なんか確かに強いなとは思ったんだよ。V ちゃんの頭突き。そういえば特性見てなかった。もしかして特性って概念ない？このゲーム。どうやら特性はないらしいですね。なんか初代が特性という概念がなかったからないらしい。ね、お姉さん。特性とか努力値とか卵の要素もないらしいです。初代ってやっぱいろんなものがないんだね。卵がないから、だから、さっき昨日、ん？全パートでやったみたいに連続ゲットとかで個体値をなんかいい個体を狙っていくみたいです。ジャッジ機能ってあんのかな？ジャッジ機能ないと。あれよな、厳選だるいよな。まあ、そもそもランクないしね。フリーマッチしかないし、このゲーム。あのね、こんな淡々とやってますけど、めちゃくちゃ楽しい。マジでめちゃくちゃ楽しい。あの、撮影じゃなかったらね、多分もう1日でクリアしてるぐらい。サクサクっとできるし、あの、セリフとかもね、さっき言ったように少ないから、で、ゲームのバトルシステムも理解しやすいでしょ？で、努力値とか特性とか、ややこしい要素もなくって、まあ、野生のポケモンもこうやっている、普通にいるから、好きなポケモン捕まえられるし、ほら、不意打ち。ポケモンに全く触れてこなくて、全然興味ないけどゲームしたい、ポケモン自体はやりたいって人におすすめしたい。マジでやりやすい。初心者に超おすすめのゲームだな、これ。今のポケモンって良くも悪くも、ややこしいじゃん、いろいろ。努力値とか。何、どうした？落ちてるもん食っちゃダメだぞ、お前。7の実。もらった。今日、あれですね。ちょっと話変わっちゃうけど。8時ぐらい？あ、8時ぐらい？ 5 時か？ 5 時だっけ？ドッカンの、うわ、アーボいる。ドッカンの生放送で伝説降臨のキャラ判明しますね。楽しみだな。なんだかんだドッカンフェスで石700個使っちゃったんですけど、あ、じゃあ850個か。850個使って、まあ、両方目玉出たんですけど、まあ、そっから貯めて今石300個近くあるんで、まあ伝説降臨も今年は回していきたいね。去年はね、石が全くなくて回せなかった伝説降臨。まああいつらあの2体はちょっとね弱かったんで、すぐ廃れたからまあいらなかったけど、これどうしよう、アーボ手持ちに入れようかな。アーボいいな、なかなか。何してんの。ふう、この辺で一休みしていこう。花田シティから洞窟を抜けてきたら疲れた。花田シティってどこだ。4番道路。あ、なんだっけ、もう忘れたよ。コーチトレーナーね。よし、お月見山なんだ、ここ。じゃあピッピいるのかな。ピッピも仲間にしたいけど、このままだとあれだね、フェアリータイプなさそうだね。
てかあれですね、ブラッキーにできないの忘れてた。どうしよう、 V ちゃん。 V ちゃんリストラか。リストラできんのかな。だったら、いや、ブースター、シャワーズ、サンダースしか初代はいないんですけど、どうしよっか。 V ズで月に好きなのエーフィーだしな。何してんのこれ。これ取る人を狩るおじさん。こっからいけるけどね。あ、トレーナーじゃなかった。イワークみたいに乗せてくれるやつもいるぞ。へえ。お姉さんは？は？何言ってんだこいつ。いいね、道路の途中にポケセンあるの。めっちゃ優しいじゃん。いや、すごいゲーム性わかりやすいしな。このゲームめっちゃいい。ポケモンのシリーズの中でも。いや、もちろん、剣盾もめちゃめちゃおすすめしたいけど、ポケモンにあんまり慣れてない人は、レッツゴーやるのおすすめだな。はっ！コイキング売ってるよ、この人。まあ、とりあえず買うか。買っといて、500円も出して買った。やめとけ。生き物500円で買えたんだぞ。500円もとか言うな。まあ、ギャラドスになるけど、まあ、使わないと。ラプラスをね、捕まえたいんで。いや、ラプラスは絶対手持ちに入れたいな。絶対仲間に入れたいのは、カイリュウとラプラス。いや、ポケモン GO から捕まえ、連れてこれるんだって。え？ニャース？ポケモンが寝てるけど、モンスターボールは届かなさそう。ニャースじゃん。ん？ポケモン GO から連れてこれるんだったら、ミュウツー。あ！ミュウツー、ちょっと手持ちに入れたいな。ダメかな。この辺りにはないみたいね。もう少し奥にあるんじゃないか？ちょ、武蔵と小次郎の声やりたいな。あんた！今の盗み聞きしてたでしょ！なんだって、見張りのニャースは何してんだよ。あれか。さっき寝てたの、ロケット団のニャースか。ここに珍しい化石あるって突き止めたのに、あんたなんかに渡さないんだから。そうだぞ、化石見つけて金儲けするのは俺たちだ！わーはっはっは。いや、このニャース喋らないんだけど。ロケット団のニャースってわかんねえわ。ズバットの吸血攻撃に注意。クロバットもいないですね。あ、石つぶて。いや、ここではいっぱい捕まえられそうだ。あ、え、ここ、ラッキー出るって。あ、いやいやいや、石につまずいた。石じゃないわ、パラスにつまずいた。いや、欲を言ったらハピナス仲間にしたいけど、ハピナスは確かダイパのポケモンなんで、いないですね。なんか、フェアリータイプはあるみたいです。なんで、ピッピが、フェアリータイプだって。どうしよっか。連続、おう。連続ゲット、誰にしようか。ズバットがいいか、いや、でも、ズバットちょっと、捕まえにくいんだよな。あとね、イワークも出るみたい。うわ、パラス。パラスは嫌い。いいね、順調だね。なんかね、一番、あ、これかな？なんか、一番下に行くと、もっとレアなポケモン出るって書いてあったんで、サイト見たんですけど。やだ、あんた意外と早いわね。似てる？武蔵のあの髪型好きなんだよな。おお、びっくりした。いいよね、あの、くるんって長い綺麗な髪で。え？やばいやつ。いや、見た目でやばいやつとか言っちゃダメだな。ごめんな。いや、でもあんまり捕まえすぎても、レベルがどんどん上がっちゃうからそこ難しいよな。お、トランセル！初めての進化シーン。めっちゃ、なんか宇宙？デオキシス出てきそう。いい演出だ。すげえな、これも、毎作凝ってるもんな。アルセウスのあの進化エフェクトめっちゃ好きだったけど、これもいいね。剣盾は多分あれだよね。効率重視でちょっと短くなってる。蝶々ポケモン。かわいい。副眼眠りごなね。あ、虫除けスプレーはあるんだ。なんか虫除けコロン、あ、違う、虫寄せコロンはあるから、スプレーないのかなって思ってたんですけど。ありますね。うい、お姉さん。トレーナー多いな、この洞窟。ゴローン。あれ？小次郎？ニャースでニャースは？宇宙の果てが暗闇ならば、なんちゃらなんちゃら、なんちゃららら。これどうしよう、下行くか先行くか。一回下行っていいっすか？あの、一番最初のところのはしごを下ってみたい。え、ガチロケット団いない？ポケモンマフィア、ロケット団は怖くて強いのだ。ガチロ、いやー、かっこいい。ガチロケット団いたわ。本家を見ることになるとは。よし、撃破。あ、ピッピおるやんけ。なんだ、ピッピ結構レアって聞いたんだけど。ピッピー。じゃあ、ピカチュウは、お留守番で、博士に送る？なんか今あったな。博士に送る。
遅れるみたいですね。ビートルこんないらないんで。ビートルごめんね。博士に送ろうか。はい。博士からメッセージが来た。ポケモン送ってくれてありがとうよ。おかげで研究が進みそうじゃ。ビートルは11匹送ってくれたようじゃ。お礼にポケモンを強くする飴を送ろう。育てたいポケモンにあげなさい。ああ、なんか努力値の代わりみたいなやつがあるって聞いたけど。へえ。ちょ、食べるか。食べよ。飴。これか。飴ボトル。XL。レベルが60以上必要。なるほど。まあ、V ちゃんに全部あげるか。え、めっちゃいいじゃん。なんだよ、こんな飴食わせた方がいいじゃん。1上がるのめっちゃでかいんだけど。おかわりもあるぞ。いや、ほんとな、何にしようかな、V ちゃん進化。進化させないもいいな。けど進化の奇跡とかないよな。不思議な飴あった。あの人トレーナーじゃないな。ほら。ほら。もし少なくなったらおじさんのとこに来なさいね。いや、少なくなった。え？どういうこと？減らさなきゃダメってこと？なんかくれんのかな？追加でモンスターボールくれるとか。あ、ニャース。ニャースでニャー。喋ってくれ、ニャース。ニャ。喋らないけど二足歩行なんだね。ピッピめっちゃいるじゃん。そんな大量発生してんのか、ピッピ。いや、ピッピめっちゃいるじゃん。全然レアじゃなかった、こいつ。悪いロケットなんだ。お、いた。みんな揃ってる。ねえ、あの黒いの、あれ化石じゃない？よし、ニャス、化石取ってくるんだ。ヌニャ、ヌニニャー。何を、化石が欲しいの？月の石とかはいらないのかな？初代の化石ポケモンって、あれか、さっき博物館で見たけど、カブトプスとプテラがいるのか。めっちゃ遠くね？いや、このダンジョンめっちゃ広いんだけど、トレーナー多いしよう。いや、マジでレベル20までいっちゃうな。な。ん？何この人？こら、待てよ。この化石は僕が見つけたんだ。二つとも僕のだ。別、いや、別にいらないんだけど。いいよ。そんなんで争わないで。平和に行こうよ。三つ春。もしかしてくれる？僕とお前で化石を一個ずつだ。独り占めはダメだぞ。え？マジで？めっちゃ優しいじゃん。これあれだな。右がカブトプスで、左が、あ、いや、プテラじゃない。あ、ちょ、石粒で出てきた。お前のじゃねえよ。左があれだな、オムナイトだ。いや、どっちの城使わないけど、オムナイトにしとこうか。貝の化石にする。はい。貝の化石を手に入れた。これあれじゃないの？ロケット弾欲しいって言ってたやつじゃないの？ちょっと待ったーって来ないか。お待ち。やっぱ来たわ。ちょっと、それ私たちの化石を。向き、いつの間にか追い抜いてるなんてずるいぞ。我ら、ロケット団、武蔵、小次郎。ニャースでニャース。二人がかりで化石奪い取ってやるんだから。お、ダブルバトル。初ダブルバトルだ。え、待って、誰が出てくる？うちのパーティー。アーボとドガース。いいね。小次郎のドガース。あ、ポッポか。まあ、ポッポだったら、レベル高いし。まあ、余裕っしょ。敵強くね。12ってなかなか、いやでもそうでもないか。まあ、倒せるっちゃ倒せるよねぐらいか。いや、嫌な感じ。それは言ってくんだ。あれ言わないのかな、なんだっけ、宇宙の破壊を防ぐためみたいな、あれ。え、これもう上登って終わりかな。あ、終わりくせ。終わりですね。